ヌール・ムハンマド・タラキーは、アフガニスタンの政治家。アフガニスタン民主共和国の初代革命評議会、議長。ガズニー州、ナワグン・カライ村の裕福な農家に生まれた。ムクル市の小学校を卒業し、ボンベイで夜間英語学校に通った。カーブル大学で、学士、コロンビア大学で、修士、ハーバード大学で博士号取得。1932年。 カンダ・ハール氏の果物輸出会社に就職。優れた仕事ぶりにより、ボンベイ失社の秘書に昇格した。ボンベイで、パシュトゥーン人民族主義者のハーン・アブドゥルガファール、ハーンの側近に加わった。1937年、ボンベイから帰国し、各新聞紙に記事を執筆し始め、英文の翻訳、ソビエト賛美の記事を発表した。1947年、社会運動、 ビッシュザルミアンに入った。1951年から、週刊誌案があるに記事を定期的に投稿し始めた。1945年から1952年まで、国営銀行総裁、経済省、アブドゥルマジドザボリの個人秘書として働いたが、不穏分子として首都から追放され、バダフシャン州に左遷された。1952年から、中米アフガニスタン大使の報道官、 1953年、ニューヨークで記者会見を開き、現体制は弾圧的かつ権威主義的で国王一人を変えても変わらないと表明した。アメリカのマスコミは彼がイギリスに政治亡命すると報道したが、彼は自ら帰国した。1955年から1958年、アメリカの海外ミッションの通訳。 1962年5月から1963年9月まで、中アフガニスタンマイ大使館の通訳、独立の翻訳会社ヌルを設立した。1963年、ソ連を初訪問し、ソ連共産党により進歩的活動家として認められた。1965年1月1日、カーブルにおいて、アフガニスタン人民民主党第一回設立会議が開かれ、 初期長、執行委員会委員に選出された。故郷の村から議会選挙に出馬したが落選。1967年、アフガニスタン人民民主党は、ハルク派とパルチャム派の2敗に分裂した。分裂の主な原因は、パルチャム派が進歩的なムハンマド・ダーウード体制を支持したのに対し、ハルク派が反対したことにあった。1977年、 人民民主党は再統合され、タラキーはアフガニスタン人民民主党中央委員会書記長に再選出された。党機関紙、ハルクの出版責任者となったが、6号を出版したところで閉鎖された。1978年4月26日、ダーウードの命令により逮捕されたが、4月27日、人民民主党のクーデターが起こり解放された。 1978年4月に軍事クーデター4月革命が発生し革命評議会議長アフガニスタン首相に就任12月ソ連を訪問し友好及び前輪条約に署名1979年9月14日タラキーと副首相のハフィーズラー・アミーンの警護員間で銃撃戦が起き両者は互いに避難しあった翌9月15日タラキーは アミーンの支持者により逮捕され投獄された。そして9月16日、アフガニスタン人民民主党中央委員会幹部会は、健康上の理由と彼自身の異がにより、彼を全ての当職及び公職から解任した。9月23日、審議長アミーンは、タラキーが存命で治療を受けていると表明したが、病名は告げなかった。10月9日、 カーブルのラジオは、タラキーが、重度かつ継続的な病気のため死亡したと発表した。パシュトゥン人で、ギルザイ部族連合、タラク部族ブラン氏族出身。生涯独身であった。パシュトーゴ小説の著者。ソビエトの教科書、マルクスレーニン主義の基本の翻訳者。ありがとうございます。